可能性が高いんだけどな。四大精霊水の精霊、ウンディーネ族が住む湖。精霊の中で最も友好的な精霊って聞いたから水の精霊から探してるけど、これは骨が折れそうだな。鉱脈を使って周辺の情報を集めてみるか。式夏式、霊泉鉱脈。なるほど、こっちか。ここから精霊の気配を強く感じたわね。思ったより濁った湖ね。精霊の住処だからてっきり綺麗な湖かと思ってたけど。関、どう思う？うむ、嫌な気配じゃ、こればかりはわらわも顔をしかめてしまうぞ。そうだね、何か起きている可能性もあるってことかな。とりあえず大体の場所は把握できたから行ってみるわ。うむ、気をつけるのじゃぞ。いい予感だけはしないわね。ちょっと、いきなり血生臭くなったわよ。これは嫌ぜ、気持ち悪い気配じゃぞ。わらわは敏感なのぜ。うん、私も感じる。これは死の気配、しかも一つや二つじゃない。奥で戦争始まってる。いそぞのぜ、片方はあまりにも強すぎる。これではすぐにやられるぞ。わかってる。お母様、お母様。なんだ、もう死んだのかい。俺っち精霊担当交わえるって思って興奮してたのにさ。いいや、若い果実には興奮しないけど、もうマシな精霊は君しかいないみたいだし。やめて。俺っちの欲を満たすためのおもちゃになってよ。逃げなきゃ。逃げたら壊すぞ。うーむ、さすがは水の精霊ウンディーネ。俺は嫌いなものに欲情する癖があってね。精霊が死ぬほど嫌い、年老いた女が嫌い、無駄に死に行く様を見るのが嫌い。だから今、ここで精霊であるお前を無慈悲に殺せば俺っちの性欲も満たされる、感無量だ。怖い、こんなに心の底が邪悪な人間を見るのは初めてです。さて、目的の精霊塔の証を手に入れたんだ。あとはサービス聞かせてくれよ。いやー、式典法、無連空開会だ。ちょっと、拒絶されてるのにしつこいわね。なーに、拒絶された程度で臆してたら性欲なんか満たせねえよ、ジョーちゃん。下心丸出しじゃない？気持ち悪い。私の中での超高火力、広範囲の無連空開会だ、を受けて平然としている。革命か。大丈夫、精霊さん。私は、ですが仲間やお母様方が。そう、悪いけどここから離れて、巻き込まれるわよ。おいおいおい、邪魔しないでくれよー。俺っちがわざわざここまで来たっていうのにさー。ちょっと、こっちはまだ喋ってるの。空気読みなさいよ。お前も人の営みに首を突っ込むなんて非常識だぜー。こいつ、やっぱり革命だ。反応が遅れた。式典法、展望直行法一展望。いったー、いきなり能力かよ、品のない。はや。うざいなー、これ以上邪魔するなら本気で壊すぞ。悪魔の進行に救いあれ。なんだこれは、攻撃にしては襲ってくる気配がない、現実か。お気をつけください。それは体内の水分を全て奪う呪いです。体内の水分を全部、陰湿な能力ね、気持ち悪い。水分使え、水槽性。奪うなら無限に水を作り続けるまでよ。あなたも持っていなさい。あい、これはなんと心地いい。ずっと水に満たされている。熱系能力かと思いきや、水系もいける口か。これは俺の悪視点的に相性悪いか。な、式夏式、宣戦攻撃。あら、随分個性が強いわね。早い。恐ろしいほどに。どうする、まだやる気ある。今はまだマシ霊の途中だ。これ以上の規模はまずい。それに俺っちも無傷で終わる保証がない。どうなの。いいぜ、今回は手を引いてやる。だがな、次は本気で潰す。勘違いするな、やる気があるかどうか聞いたのよ。誰も見逃してやるなんて言ってないわよ。罪乗りすぎだぜ、ガキ。第41悪魔マシ剣、強制的死。呼吸か。喉に表面着質の液体が隙間なく絡まっているみたいな。そのまま死ね、強制だ。死ぬまでずっとその状態だ。悪魔信仰教団の公爵の地位を持つ主教である俺に立てつくからこうなるんだ。悪魔の救いを得られなかったお前は神の救いなく虚しく死ぬだけ。哀れ。気を失う前にこいつだけでも。来ると分かってるものなど怖くない。一足を目の前にすると焦りからか、動きがひどく単調になりがち。そんな奴相手ならどんなに手強くても俺っちの敵じゃない。OK。それは絶対に死ぬ呪いだ。すぐには楽にしてやらない。せいぜい生きているギリギリまで苦しみな。はぁ、性欲が収まっちまったーな。まずい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 。このままだと死ぬ。本気で死ぬ。
で。私が絶対に助けます。うむ、ここは貴重な研究素材がたくさんある素晴らしい場所だ。アクシレイが終わったらぜひここを独占しよう。ここは私のもの、ここは私の庭、ここは私の所有物。空気も素晴らしい、この空気も独占したい。そうか、不届き者が入った時に災いが起きればいいのだ。これは私のものを怪我した天罰。ああ、私が崇拝する第34悪魔フルフル様。私に悪魔の力を。フルフル様の力。悪試験を。悪試験、災い支配。災い支配、結界、終わらし。さあ、帰るか。パパもママも殺されちゃった。パパ、ママ、怖いよ。誰か助けて。う、強すぎる。私の攻撃が全く効かないなんて。僕はずっと言ってるんだ。争いからは何も生まれないって。僕はみんなが平和で上も下もみんな幸せになればいいと思うんだ。でも下は力もないし、弱い。だから力ある上が全責任を持って下を支える。そうあるべきだと思わない？全責任だと。わかんないかなー。弱者がやった過ち、問題、責任、被害全部上が肩代わりして。その上で上は下の成長の手助けをし、新たな環境を与え、努力しない怠惰な下を努力が大好きな上が支えればいい。そうすればみんな幸せになる。平和万歳。ふざけるな。なぜ努力をした人が努力しない、問題を起こす人の肩代わりをしなければならない。そんなの平和でもなんでもない。一方的に責任と理想を押し付けているだけだ。じゃあ何、下はそのまま潰れろっていうの？最低だね。極端すぎる。下も同じ努力をするという選択肢はないのか。平和を拒む、みんな笑顔にできる世界を嫌うなんて。何こいつ、話が通用しない。一方的に価値観をぶつけてくる。僕、悲しいなぁ。ぐは、下は何でも許される、何をしてもいい、力がないからね。でも上はダメ、力があるから、上は下に文句を言ったらいけないんだ。上は全部我慢しないといけない、下のわがままを全て受け止めないといけない。それでやっと平等だと思うんだよね。下は最高だよ、全部上の責任にできるんだから。上はできて当たり前、下はできたらすごい。悪心境で最も卑怯の中で地位の低い、総裁の僕は何しても許されるんだ。努力して、頑張った人たちが報われない世界が平等。そんな世界があって？黙るか。というか、卑怯ならあいつかなり地位高いじゃない？尻滅裂ね、都合のいい現実しか見てない。子供そのものだな。地の守護の神が奪われたんだ。追いかけないと。まずいムー、これは大事なものムー、絶対に渡せないムー。ムーたちが今まで守ってきたこの鍵だけは絶対に渡したらダメムー。へい、いい加減にしろい。またムー、またムーの前にいきなり現れてきたムー。やいやい、いい加減その鍵をこっちに渡せ、ペヤンキ。お猿さんムー。お猿さん、これは綺麗だけど大事なものムー、渡せないムー。誰が猿け、オケー。ワイはハーリッチ、シュラタイン、立派な人間けい。人間だったムー。ほら、さっさと渡さんかい、次はねえぞゴラー。逃げるムー、地面に。そばき、地面の中に逃げやがった。俺の悪視点透明化を使えば終えるか、障害物を無視するから捕まえることができねえ。見失うぐらいなら追った方がマジか。逃げ切れると思うなよ、精霊のクソバキ。ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。